こんにちは、ジュジュです。今回は年賀状の書き方について動画にしてみました。この動画は普通に年賀状を書くことをお話ししますが、もう一本別でフォトショップを使って LINE などのコミュニケーションアプリや SNS で出す年賀状の作り方を紹介していきますので、パソコンが使える方はぜひご覧ください。この動画はこのような流れで進めてまいります。1、はじめに。2、手書きをする範囲を決めよう。3、おすすめしたい筆ペン。4、年賀状を書く前にすること。5、実践。各セクションに簡単に飛べるように、概要欄にタイプスタンプを貼っていますので、活用してください。はじめに、年賀状は SNS、アプリの進歩などによって、すでに廃れてきている日本文化ですね。それは仕方のないことだと思いますが、それはパソコンなどで、ただ字を入力してプリントする、形式的な年賀状を送る行為が、無意味に感じるからではないでしょうか。自分の字で書いて送る。あなたがわざわざ書いてくれた文章を見て嬉しいと思う。それすらなくなってしまったんでしょうか。私は違うと思います。手で書くことで心が宿る。ということで、手書きで年賀状を書いてみましょう。手書きにする範囲を決めよう。まず、あなたがどこまで手書きにするのかを決めましょう。大まかに2つに分けます。1、表面の住所、裏面の挨拶文、差出人の住所、氏名。2、表面のお名前、裏面の、菓子屋、絵。この部分に合わせたおすすめの筆ペンがあります。書く場所によって、筆ペンを変えると書きやすくなります。おすすめする、筆ペン。1、表面の住所、裏面の挨拶文、差出人の住所、氏名。ペンテル、極細。やはり極細で書いた方が、書きやすいです。穂先が硬く、短いので、細かい字を書くことに優れています。アカシア、新毛筆、こと。こちらの筆ペンは穂先がさらに硬く、非常に書きやすいです。2、表面のお名前、裏面の、菓子、や、え。ペンテル、中字、積み穂、すき穂。ある程度の字の大きさがあるため、中字クラスをおすすめします。書体に合わせて選ぶと良いですが、中字であればどの書体でも対応できると思います。また、先ほどの、アカシアことはこちらも対応できると思います。年賀状を書く前に、デザインを決める。どこまで何を書くかによってデザインは変わります。画紙、添える言葉、差出人、イラストをある程度決め、配置を決めましょう。画紙とは、謹賀新年、明けましておめでとうございますなどのお祝いの言葉です。いろんな種類がありますが、概要欄に代表的な画紙の種類のリンクを貼っています。挨拶文も定型で書くと差し障りないと思います。こちらも概要欄に代表的な挨拶文のリンクを貼っておきますのでご活用ください。レイアウトについては選んだ画紙、挨拶文、絵によって配置が変わってきますので実際に書いて決めていきましょう。まずノートなどに年賀状のサイズに合わせて枠を書きます。そこに選んだ画紙、挨拶文、差出人住所や名前、イラストを大まかに配置していきましょう。配置を決めたら、筆ペンで実際に書いてみてください。あなたの書く字の大きさなどによって、イメージと合っているか、はたまた微妙なのかがよくわかります。あなたのイメージと違う場合は、文字の大きさを変えてみたり、画紙、挨拶を選び直したり、配置を考えたりしてみてください。この時に、ボールペンなどで書いてしまうと、大きくズレが出ることがありますので注意しましょう。ワンポイントアドバイス。綺麗に見えやすく、特徴のある文字を簡単に書く方法。文字で強調しやすい部分を、あえて大げさに書くことで、特徴的な文字を書くことができます。例えば、金なら、最初の点、新なら木の横棒、といった具合ですね。参考にしてみてください。また、漢字は大きめに、ひらがなは小さめにすると、見栄えが良くなります。さらに筆ペンで簡単に描ける来年の絵とうさぎを描いてみますので、参考にしてみてくださいね。耳さえ描いておけば、的な。うさぎの漢字を利用したうさぎ。練習する。いきなり本番はなかなかに勇気が必要です。
やはり一旦練習しましょう。書体は楷書、楷行書が良いと思います。練習するときに注意をすることは、年賀状の紙質に似たような紙を選ぶことです。年賀状は表面がツルツルしていて、墨の吸いが悪いです。おすすめは、ルーズリーフで使うノートの紙ですね。紙質が似ていて、1枚ずつ個別になっていて、練習に使っていて違和感がありませんでした。ここでザラザラした半紙などで練習してしまうと、せっかく練習したのに全然イメージと違う。なんだこれということになってしまいます。年賀状に補助線を引く。さあ練習もしたし書いてみよう。ちょっと待って、そのまま書くと書き出しと終わりで字の大きさが変わっていたり、縦中心が斜めになったりすることがよくあります。特に、表面は、面倒でも補助線を引くことをお勧めします。薄く鉛筆で縦中心、自信のない人は、文字の場所の印をつけておきましょう。書きやすくなり失敗が減ると思います。実践する。お膳立ては揃いました。勇気を出して書いてみましょう。綺麗に書くことよりも、丁寧に書くことを意識します。味がある字でも、丁寧に書いた字というのは、見ただけでわかります。逆もまたしかり、年賀状の向こうにいる、あの人を思って丁寧に書きましょう。なお、郵便番号、住所、お名前は草書で書かず、郵便局の人が困らないように書きましょう。慣れていないと時間がかかると思いますので、余裕を持って書いていきましょう。聞きたい部分があれば、遠慮なくコメントで聞いてくださいね。去年と一味違うあなたになれば幸いです。あなたの年賀状を送られた方が、幸せになりますように。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた。